平井豊美、平井豊美1947年は、日本鬱病学会所属の大学講師。1972年5月に看護婦免許を取得。聖霊クリストファー大学看護学部看護学科を卒業した。その後、神戸女子大学大学院文学研究科、日本文学専攻に進み、文学修士号を取得する。大阪新アヨンナ学院短期大学看護学科。 准教授を務めた後、大和大学、姫路独教大学、秋田看護福祉大学で講師を務める。枠付けマインドシークエンスを大和大学在職中に考案作成し、2019年、精神看護学の講義で提示した。精神看護学を学ぶ学生が、精神看護学、精神看護学実習に関心を抱き、学生の知的好奇心を満足させる教材を、 工夫して作成されたものである。中井久夫の風景構成法、スクーンクル、仏教哲学、イスラム哲学、クリスチャンサイエンスから学んだ。学生の反応は大きく、教材による影響とその成果の一部が、メタコグニション、タナトロジーザ・サイエンティフィックエビデンス・オン・グリーフ、ケア、トゥオード・トローマ・エクスペリエンス・ツープ・プリベント・メンタル、イルネスとして、 2019年3月22日の、ザ21ショートトニアニュアルイスブドコンファレンス、グローバルアドバンセズイン、バイポーラディスオーダーデプレッションで発表された。以下、概要である。メタコグニションザサイエンティフィックエビデンスワングリーフケア、中山四つもとギブザフォローイングディスクリプション、オフメタコグニション。 メタコグニションイズアノチオンザットスプレッドインザ 1970S アンドザタームオブメタコグニションはズファーストユージドビージエイチフレーベルメタコグニションレファーズツーワンズナレッジコンサーニングワンズオウンコグニティブプロセシーズオアイニシングリレーテッドツーゼムイージーザラーニングレレベントプロパティーズオブインフォメーションをアげた。タフサンプル I am ムエンゲージングインメタコグニションイフ I notice that, I am having more trouble learning, A than B, if it strikes me that, I should double check C, before accepting it as fact. Monitoring of o n e c o g n i t i v e activity is the fundamental basis of metacognition and ranges from basic sensory responses to high order cognitive f u c t i o n comprising complex combinations of neural procedures until A behavioral goal is achieved, scrutinizing monitored information consciously or unconsciously also makes it possible to control a variety of cognitive activities.Some examples include making the appropriate judgment about future behavior by comparing ability of the self to task difficulty, selecting the optimal strategies. or tools adapted to the situation or performing monitoring it self-efficiently.Tease adaptive cognitive activities are supported by the abilities to understand and execute the actions that should be taken based on.Narriage and determine when they should be taken in.Order to solve complex problems.Cultural studies have shown that instance of. メタコグニションやれファウンドコモンリースルーアウトカルチャーズ。サジェスティングザットメタコグニションイズエー、ユニバーサリーエフェクティブアビリティフォーヒューマンサバイバル。アンドソーシャルライフ。ザイネシャルディスクリプションズオフメタコグニションゴーバックツー。グリークフィロソファーアリストテレス。エスワークスデアニマンドパルバナチュラリア。ABCD ヒライトヨミコーシアキタカンオフクシ。大学。メタコグニション。 アナトロジーザ・サイエンティフィックエビデンス・オン・グリーフ・ケア・トゥオード・トローマ・エクスペリエンス・ツープ・プリベント・メンタリルネス・ドクター・ヒライト・ミツイッターありがとうございます。